はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね、10月の7日日曜日でございます。今日は3連休の中日ということで、今からね、その中日の東京ディズニーリゾートに行こうかなと思うんですが、今からね、東京ディズニーシーの方に行きたいと思います。ちなみにですが、年パスの除外日ですので、年パスの方はね、ほとんどいないと思われます。まあ、去年買った方はね、一応今年も入れますので、ジョマジャ入るんですけども、今年ね、年パス買った方はね、もう除外日ということで、なんか入れませんので、普段よりもね、年パス少ないかと思われますのでね、そういう状態をね、ちょっといろいろね、見ていこうかなと思います。それでは早速ね、東京ディズニーシーの方に行きたいと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。一応ね、ランドバージョンもありますので、皆さんぜひね、ディズニーランドバージョンも見ていただきたいんですが、もうランドもシーもね、本当にね、歩くのが大変でしたね。もう1周がいつもね、4倍ぐらいの時間かけてようやく1周回れるぐらいな感じで、本当にね、ただ単に散歩で1周回ってただけなんですけど、疲れましたね。ということでね、今日はこれで終わりにしたいと思います。ジョーマジックでした。ありがとうございました。バイバイ。